それではここから泉さんのお話なんですけど、よろしいですかね。はい。じゃあ、どうぞお話しくださいませ。はい、ありがとうございます。はじめまして、私、埼玉県所沢市から今回ちょっと練馬でということで参加させていただきます。特定非営利活動法人ブーゲンビリア代表をやってます、泉静子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。活動内容もお話しちゃって大丈夫ですか？はい、お願いします。はい。ですね、先ほどちょっと打ち合わせをしたんですが、タンドさんの画面を出していただきたいのですが、はい。はい。ありますか？この間、去年、おととしやったイベントの画像ってあります？しかも。はい、あります。はい。はい。こちらの活動が去年、おととしの7月の22日、練馬のココネリホールで、芝さんの、芝さんと私、ブーゲンビリアとで一緒にイベントをさせていただきました。若年認知症の当事者である丹野智文さんの講演活動ということで、いろんな方、多くの方が本当にコロナ禍なのに、たくさんの方が、ね、来ていただきました。はい、それでやっぱり認知症っていうのは、皆さん、多くの人が高齢者だけではなく、若い人でもいるということを知っていただくということで、このイベントを開催しました。それで、このイベントを終わった後に、包括支援センターの方とか、あと練馬のそういう介護の関係の方とか、そういう方と一緒に交流会をさせていただいたんですが、その時にやっぱり介護の相談ということで、私がもともとブーゲンビリアの仕事っていうのが、24時間365日無料で電話相談をやっているのが事業の内容ですので、本当にもう練馬で、もうやっぱり包括支援センターもやっぱり自分たちで抱える問題っていうのがやっぱりたくさんあるので、やっぱり難しいことっていうのが結構あるんですね。そういう時に私みたいに24時間やってると、やっぱり障害の相談や高齢者の相談っていろいろあるので、それで今回、練馬の包括さんからご相談を多数いただいております。それで今、練馬と所沢の架け橋ということで、つながっております。はい。で、私の事業は本当に来年でちょうど10年目になります。それでやっぱり介護にしてると、やってる方もそうですが、当事者もやっぱり、ね、いろんなことで迷ったり悩んだりとかする方が多いので、愚痴でも何でも聞きますよっていうことで、よろず相談式で介護相談を受けております。ちなみに今日私はさっき午後からちょっと映画の方見に行ったんですが、菅田将暉さんがやっている百花っていう映画がありまして、それがすごい見に行ったんですけど、こちらもやっぱり原田美枝子さんがお母さん役なんですが、どん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 記憶が薄れていく認知症の映画なんですが、本当にもう今日は息子と一緒に見に行ったんですけど、やっぱり認知症っていうのは一言じゃないよねって、本当にもう3人に1人がもう認知症になる時代ですので、いろんな相談がね、やっぱりあると思うので、それでそういう時にブーゲンビリアを活用していただければと思います。以上です。じゃあ、結構追加喋っで、ちゃいました。丹野さんのご紹介いただけますか？はい。丹野智文さんは39歳の時に若年認知症ということで診断を受けまして、この方はメディアでNHK とかいろんなとこで宣伝してるというか、いろんなメディアに出ている方です。で、今、年齢的にね、落ち着いてきてるんですが、最近ちょっとお会いしたんですけど、やっぱり若いということは、認知症がどん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 過ぎていくので、やっぱり自分がどういうふうな状態かっていうのを見てほしいということで、あちこちで講演活動しております。で、ちなみに私、ブーゲンビリア来10年目なので、またこの方を、というか、丹野智美さんを呼んでの講演をやろうと思っています。はい、石川さんどうぞ。は はい、ご紹介いただいたね、以前の、練馬での丹野智文さんの講演会は、お互い様チャンネル、私のお互い様の会のお互い様チャンネルで、こういうふうに、後半部だけを出しております。前半部はね、また、丹野智文さんに会いに来た方
の、特権として流しておりませんが、後半部はこのように、ね見ることができますが、まあ、本当にとても、まあ、思いつくような質問、うん、この認知症になって一番困ったことは何ですかとかね、どういう言葉が言われて良かったとか悪かったとか、まあ、本当に率直に答えてもらっています。なかなかこう率直にこういうふうな質問に答えてくださる認知症の人っていうのは少ないので、まあ、ぜひご覧ください。まあ、こんな感じでね、認知症とともに歩む練馬の未来へという、うちわを振ってくれてますし、まあ、なんでしょうね、こう、泉さんから見た丹野さんのこの最大の魅力って何でしょうね。笑顔ですね。ああ。皆さんがいろんな丹野さんのことを批判する方がすごい多いんですよ。本当に丹野さんは本当に認知症なのって。ね、もう何でも知ってるし1から10まで全部自分でやるからっておっしゃるんですけど、その上を跳ね返すような笑顔で僕はこういうものですって堂々と言える丹野さんに魅力であります。はい、私も今、介護施設の職員なんですけれども、若年性認知症の方を担当、うん、入居なさってるんですけれどもね、やはりいろいろできるように見えても特有の症状とか、まあ症状の、まあ、進み方もね、早かったりする部分もありますし、そういった意味ではこう若年性認知症の人は特有の悩みがあると同時に、こうやっぱり根本的なところは高齢者でも若年でも認知症の人は、同じ思いを抱いているんだなというのをすごく痛感することもあります。まあ、とはいえ若年性認知症の人がちょっと少ないのでね、まあ、居場所とかね、うん、悩みを相談できる場所が少ないっていうのが、こう泉さんいつもおっしゃってますが、どうでしょう。そうですね、やっぱり若年認知症のデイサービスっていうこと自体が本当に所沢は一軒もないので、本当にもう高齢者と同じ扱い、高齢者と同じ施設に行くんですが、本当に特別扱いをされている状態をよく見ます。本当に高齢者と一緒にね、いろんな塗り絵をやったりとかそういうのってもう本当にできないかもしれないんですけども、やっぱり本当に一人の人間として扱ってほしいなっていつも思います。本当に別な人間っていう感じの扱い方をしているので、本当にみんな高齢者がいろんなサービスとかいろんなことを受けている間に、若年認知症の方は車に乗せてドライブ行ったりとか、本当に本当別な扱いをされているので、それがすごい私自身はちょっと嫌だなっていつも思っています。はい、特にこう、まあ集団でこう何か対応なさっているところだと、高齢者と一緒なアクティビティとかですね、ちょっとなかなか難しいかなと思います。今日は特に私なんかこう、うん、あまりもやることがなさそうだったので、その若年性の認知症の方に何をしていただいたかというと、北斗の拳を見ていただいたんですね。その方は私と同い年なので、まあ、ほぼ私と同じこう文化背景を背負っているので、そういうところでこう北斗の拳でね、第一部を見てすごい涙を流されていたんですけれども、そういったことがすごく、うん、まあ、やっぱり独特だなと、文化背景が、うん、まず違うので、そういった対応が必要だと思いますし、まあ、かといってね、一人の人間としては全く私たちとは同じ人間なので、うん、特別扱いもせず、さりとてその特有の症状とか困りごとを抱えているというのは忘れずに対応しているという感じですね。泉さんとして、丹野さんの場合は、丹野さんもすごい気を使う方で、本当に昨年の本当に12月ギリギリの時に顔面麻痺を起こしたんですね。でどうしたんですかってメールして、ちょっとメールのやり取りしてたんですけど、やっぱりいろんなことを神経を尖らせてて、こっちは行かなくちゃいけない、こっちもやらなくちゃいけないって、やることがたくさんある。いや、それはいいことじゃないですかって言うんだけど、すごい心配性なんですね、丹野さん。だから本当にね、なんか認知症ってもっともっと理解を深めてほしいなっていつも言っているので、それで代弁私ができればいいなっていつも思って、士官さんにいつもご相談しております。はい、ぜひこう
丹野さんの今認知症の人の居場所としておでんじカフェとか認知症カフェがあるんですけども、丹野さんが認知症カフェをどう評価しているかをご紹介していただいていいですか。はい、認知症カフェって言ってても本当にもう認知症のカフェになっていないのが現実で、本当にあんまり所沢のことは言いたくはありませんが、本当に認知症の方を呼んでその人と一緒に何かをやるとか、その人を中心に何かやるっていうのが実際の、認証カフェにはなっていないのが現実です。はっきり言って認証カフェ、所沢の場合も3つ4つとかって結構回ってるんですけど、本当にデイサービスのそのまま土日の移動ってそういう感じがします。はい。そういった点としては、今から話される虹のカフェ大泉さんと、まあ、居場所を作るという点で共通点がありますよね。で、丹野さんがどういうカフェなら僕は行くっていう言葉を紹介していただいて、はい、これ言っていいのか分かんないんですけど、いつも丹野さんが言うのは女子高生がいてピチピチギャルがいて楽しくいれば俺はいつでも行くよってことは言ってるんですけど、それは冗談ですけど、本当に自分がもうここにいるんだよって、本当に一人の認知症のこの一人が自分が言いたいことっていうかやりたいことをやらせてくれるカフェ、本当に当事者としてね認めてもらえない自分がちょっと情けないって本にも書いてますけど、本当にそう思います。はい、で実は私丹野さんにねどういう場所がいいかということでね伺ったところ、ガンダムカフェなら行くよとおっしゃってたのがありましたよね。はい、そういったところでこうお二人目の青木さんにもつながるところがあるのかなと思っています。はい、どうですか、村田さん、何か陽子さん何かご質問ありますか。あ、マイクを解除してお話しください。はい、泉さんお久しぶりです。前にゲームで鹿野さんがされているゲームでご質問しました。はい、村田です。その今のお話を聞きながら、ブーゲンビリアさんのことについてお聞きちょっとしたいなと思ったんですが、はい、24時間そうやって電話で対応される活動をしていらっしゃるということで、私本当に、はい、こういう知識がなくて恥ずかしいんですが、全国的にもやっぱり数的には あるものなんでしょうか、そういう、はい、そうですね、関係ようなところは。はい、本当にもう北海道とか九州とか相談が、親が北海道に住んでるから、やっぱりデイサービスとかの情報がやっぱり自分では取れないということで、やっぱり親がお子さんのことをやっぱり心配するお子様が多いので、そういう方の相談を乗り、それで施設を紹介しています。はい、例えば関東近辺だと静岡、山梨とか千葉とか群馬とか、そういう時はもう電話いただいたらもうその日にお伺いを立てて、それで相談乗って、それで解決するというか、そうできる状態をいつもやってます。ですので、いつでも体は動ける状態にはしてます。はい、すごいですね、素晴らしい。24時間ってことですけれども、はい、突然なことがあって、ご連絡があったりするかと思うんですが、はい、やっぱりこの時間はちょっと多い、まあ、日中はあれですけれども、その普通の、はい、9時5時っていう以外で夜とかで、まあ、夕方以降とか、はい、この時間はちょっと電話が結構多いのよみたいなところはちょっと傾向としてあるものですか。はい、一番多い時間が夜中の1時から3時です。本当にその時間が一番多いですね。だから親御さんがやっぱりっていうか認証当事者様がやっぱり寝てる間にこっそり電話してるというケースが結構多いです。それで相談に乗ってくださいとか、こういうことがあったんですけどどう思いますかとか、そういう電話を夜中にいただきます。はい、わかりました。なるほどってすごく思います。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。そういった感じでね、こう24時間対応されているっていうところは、まあなかなかこう、うん、それができるところがほぼないと思うので、これからもこうお体に気をつけて頑張ってくださいます。すごく嬉しいと思います。それではね、そろそろ泉さんのお話を終了したいと思います。はい、はい、じゃあ皆さん
エアでもいいので拍手をお願いします。